お笑いタレントのおばたのお兄さんは28日、自身の YouTube チャンネルを更新。妻でフジテレビの山崎幸アナウンサーが27日の朝方に第一子となる男児を出産したことを報告した。出産予定日が17日で、26日まで出演の舞台、千と千尋の神隠し、があり、27日も午前10時から夜まで群馬県で仕事があったため、出産の立ち会いは、ほぼほぼ無理だろうな、と思っていたという。だが、舞台の千秋楽の最中に陣痛が来たと連絡が来たため、舞台を終えてから急遽東京に戻り、無事立ち会えたとあり、山崎アナは、もう親孝行したね、と言っていると明かした。舞台で共演の女優、夏木マリからは、役の湯婆婆のセリフを使って、やっぱりパパのこと待っていてくれたんだね。グッドタイミングね、と祝福してくれたと明かし、